キリト。ああ、あの場所に間違いない。また邪魔されるわけにはいきません。うん、魔獣に注意しながら馬車を追いかけよう。あれはお城みたいだね。あんなのが北帝国にあるなんて知らなかったよ。よし、行ってみよう。ちょっとキリト君。止まれ。貴様何者だ。この城に用があるんだけど。城に用だと？ここは北帝国皇帝陛下の旧帝城であるぞ。皇帝陛下の城？四皇帝の帝城は王都セントリアにあるはずですが。旧帝城だ。それじゃあこの城は今誰が使っているんだ？中には誰がいるんだ？答える義理はない。オーレシアン家の馬車がこの城へ入っていったんだ。何か知らないか？私の職務はこの城を守ることだ。絶対に誰も入れるなと主からは言いつけられている。中に誰がいて何が行われているかなどは関係ないのだ。それはあんたも城の中のことについて何も知らないってことか。貴様、私を愚弄するのか。いや、そういうわけじゃなくて。キリト、ここは一旦引きましょう。まったくキリト君ったら。まさか皇帝の城だとは思わなくてさ。どんな場所であれ勝手に入ろうとしちゃダメでしょ。気をつけます。とにかくこれからどうする？簡単には中に入れなそうだけど。入る方法ならある。そのためにはアリスが聖号騎士であることを明かさないといけないけどな。ええ、皇帝の城といえども聖号騎士として命令を下せば簡単に入る許可を出させられるでしょう。しかし私自身としてはその方法を取りたくはありません。上位の存在たる者が権力を振りかざし逆らえない相手を半ば無理やりに従わせるのはまさに最高司祭様や腐敗した貴族の行いに等しいものです。そうだね。アリスがそう感じているのなら他の方法を考えよう。キリト君、他に何か手はある？ないわけじゃない。本当ですか？ではなぜそれを実行せずにあんな無謀なことを。もう城に入る方法があるってわけじゃなくて、その方法を知ってそうな人に心当たりがあるだけだよ。ほら、貴族の紋章について話を聞いた人がいただろう。あの人以前は皇帝に仕えてたって言ってたからさ。でも以前仕えていた人に関する情報を私たちなんかに教えてくれるかな。可能性は低いですが、今はそれしか方法はなさそうですね。それじゃあ決まりだな。村へ戻ってあのおじいさんからもう一度話を聞こう。子供たちを助けてくれたこと、改めて礼を言わせてくれ。とんでもありません。私たちはまだ子供たち全員を助け出せていませんから。残りの子供たちを見つけ出すために力を貸していただきたいんです。わしにか？
一体何をすればいいんじゃ。北帝国にある皇帝の城に入る方法を教えてほしいんです。皇帝の城に？なぜじゃ。実は連れ去られた子供たちがあの城に移されているようなんです。つまり子供の誘拐は皇帝が。いや、しかしなぜそんなことを。おじいさん、悪いがお主らの言っていることをそう簡単に信じることはできん。では協力は望めないということですね。たとえお主らの言葉が真実だとしても皇帝家を裏切るような真似はできんのじゃ。すまんな。分かってくれ。やはりダメでしたか。どうする、キリト君。子供たちの居場所は分かっているし、他の方法を探している時間はなさそうだ。多少強引にやろうと思う。分かった。僕は何を手伝えばいい。いや、こればっかりは一人の方が都合がいい。あとは俺に任せてくれ。とは言ったものの、ご老人をスニーキングして情報を盗み聞くなんて、子供たちのためとはいえいい気はしないな。まずい。なぜ皇帝家が子供の誘拐に。そんなことはありえん。じゃが子供たちを救った彼らが嘘をつくとは。城に入る方法と言っておったな。だが皇帝に仕えた者としてそれをたやすく教えることはできん。気づかれていないのか。これは独り言じゃが、城には非常時に備えいくつかの隠し通路が備え付けられておる。いくつかは手錠の老朽化とともに塞がれてしまったが、湖に面した場所から城内に通じる隠し通路だけは今でも使えるはずじゃ。湖に面した場所にある城への隠し通路か。悪いな、じいさん。子供たちを救うためなんだ。なんだ今の音。誰か。どうでした、キリト。なあ、帝城には今でも使える隠し通路があるらしい。そこから城に入れるんだね。ああ、おそらく。あのおじいさんがよく教えてくれたね。一体どんな手を使ったんだい。まあ人徳、普段の行いかな。なんか怪しいけど、それ以上は聞かないことにするよ。よし、子供たちが心配だ。急いで城に向かおう。待ってください、デュソルバート殿がいません。リネルとフィゼルも。どうしたんですか。リネルとフィゼルがどこにもいないのだ。稽古をつける約束の時間になっても来ずで。そんな、もしかしてさっきの物音は。まさか。何か心当たりでも。デュソルバートさん、さっき情報を仕入れた時、もしかするとリネルとフィゼルも聞いていたかもしれない。なんだと。ああ、だからおそらくすでに裏口を目指したはずだ。なおさら急ぐ必要がありますね。悪い、さっき気づけてたら止められたかもしれないのに。お前のせいではない、師匠である我の責任だ。デュソルバートさん、今は二人を追うためにも先を急ぐほかありませんよ。うん、みんなよろしく頼む。ああ、お手柄を立てる好機到来。やっぱり地道に師匠から剣術を学ぶだけでは
なかなか聖騎士になれないと分かりましたしね。けど今回情報をつかめたのは私のおかげよ。キリトの後をつけようって言ったのは私だもん。今はそういうことで構いません。しかし重要なのはどっちが先に真実を突き止めるかですよ。あー、そんなこと言う子は魔女にさらわれちゃうよ。魔女？アリス様が調べた情報にあった北帝国の昔話だよ。昔々悪い魔女がいました。ですが魔女は最初から悪い魔女であったわけではありません。彼女は愛する子供を失ってから魔女になってしまったのです。失った子供を求めて姿形話し方が似た子供たちを探し続ける魔女。それでもその孤独は満たされない。そんなある時悪魔が現れ魔女に言いました。その子供を探し出し、そして今度こそ誤った道に進まぬよう教育し直しなさいと。あなた何ですか？見るからに味方じゃないみたいだね。ゼル、分かってる。倒せばいいだけよ。聖護騎士アリス様、デュソルバート様、お待ちください。どうしました？近隣で魔獣の発生情報があったようで、その報告に参りました。大軍に我らだけでは対応できず。またなの？この一帯のカラントは倒したのに。倒しても倒しても大元のカラントコアがある限りまた生えてくるのか。いたちごっこだな。それでは城を目指す者と魔獣を追う者の二手に分かれ対応しますか？でもかなり魔獣が多く発生したんですよね。では我が単身で裏口を目指す。お前たちに魔獣の討伐を任せてもよいだろうか？もちろんです。どうかリネルとフィゼルを追ってください。デュソルバート殿であれば安心です。かたじけない。よろしく頼むぞ。お気をつけて。うん。それでは魔獣の情報を教えてください。今から私たちで向かいます。はっ。非力にて申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いいたします。やはり人員が足りていない。だからこんなことが起こってしまう。メディノ。いや、何でもないよ。今魔獣の討伐に急ぐか。